人で逃げれば助かったものを戻ってくるとは愚かな奴め。どんなに大勢連れてきてもこの荒海に鍛えられた俺たち海賊にはかなわねえよ。バイアン無事か？今助けに行くぞ。オルカス、なぜここへ戻ってきた？わしなんぞ捨ておけばよいものを。えい、カモン、ジジイを殺しちまえ。いいか、野郎ども、女を殺すなよ。かかれ。
you
か。
ベルドレよ、すまん。海賊どもに奪われていた船を取り戻すことができた。これで出発できる。約束通り、君たちをコトライムまで送り届けるとしよう。さあ、乗ってくれ。フォルカスよ、待ってくれ。実はシスティーナが捕まっている。なんだって、システィーナは無事に逃れたんじゃなかったのか。すまない、システィーナだけ奴らのアジトへ連れて行かれてしまったのだ。ボード砦に戻る前にシスティーナを助けるべきだと思うが。それは分かっている。しかし彼らをライムへ送ることが先決だ。バカな、お前はシスティーナを見殺しにするというのか。彼らは私との約束を果たしてくれた。今度は私が約束を守る番だ。システィーナはお前にとって大切な女性ではなかったのか。私は一人の男である前に騎士なのだ。名誉をかけた約束を保護にはできん。この石頭め。ならばその子らに聞いてみるまでだ。聞いての通りだ。我々の仲間の一人が海賊に囚われている。無論君たちに関係のない話なら十分に承知だ。それでも君たちの力を借りたいのだ。頼む。あなたたちには大勢の仲間がいるはず。どうして援軍を呼ばないの。今から同志を集めていたのでは間に合わないかもしれないのだ。私たちだって追われている身なのよ。これ以上グズグズしていられない。それに私たちは約束を守ったわ。この砦を落とし船を取り戻したじゃない。その騎士様のおっしゃる通り、今度はそちらが約束を果たすべきよ。海上へ出てしまえば君たちは安全だ。ウォルスタ軍の奴らは追ってこれない。それに海賊のアジトを攻めたとしてもライムへ到着するのがせいぜい数日遅れるだけだ。バイアン、もういい。彼女の言い分はもっともだ。デニム、君の意見は。リーダーは君だ。聞かせてくれ。お手伝いしましょう。主義や思想が違っても仲間を思う気持ちは同じです。デニム、リーダーは僕だよ、姉さん。きっとみんなも分かってくれるさ。すまない、デニム君。その心遣いに感謝する。海賊のアジトは分かっている。ディクニーガ島のダムサトリデがそうだ。ではダムサトリデへ向けて出発だ。